皆さんこんにちは。こんにちは。名古屋の大須から全国に超絶元気な新オスオスアイドルのおいしゅうです。はい、コーダリンと出雲八重とさつきねねです。イエーイ。今月から林八重のあの紹介に入りました。入りました。さつきねねちゃんです。はい、プロイロ担当のさつきねねです。はい、よろしくお願いします。意気込みをどうぞ。意気込み、はい、オスのいいところをいっぱいこれから、うんうん、今年から、うん、紹介していけたらいいなと思いますので。そうだね。てかこれ新年一発目やね。あ、2回目ですね。2回目です。2回目ですね。あれ2回目ですよ。あれ2回目ここに、うん、2回目だ。2回目でした。今日来たお店は、はい、こちら。じゃじゃーん。見えるちょっと角度が悪い。ちょっと角度が悪い。あ、ここです。あ、京たこさんにやってきました。イエーイ。こちらはですね、私たちやっぱおいしいがよくイベント終わりとかに来て、はい、ちょっと買って事務所で食べたりしてるんですけど、はい、めちゃめちゃこのたこ焼き屋さんおいしいので、いや、おいしいです。今日は紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで、はい、こちらがメニューになります。はい、はい、メニューいっぱいありますね。え、何食べたことある？この前はネギマヨを食べました。ネギマヨ、これこのネギマヨ美味しそう。一番王道だよね。はい、王道だよね。かネギマヨ食べました。あ、ライバル、ライバル、ライバル。え、今めっちゃお腹空いてて、マヨチーズめっちゃ美味しそうなんだけど。美味しそう。ネギ、ごま、青のり、かつお節を、すごいスペシャルということで、はい、はい、こんだけ種類あるんですけど、はい、なんかハーフ&ハーフがあるみたいで、うん、なんかね、この全部の中から2個選べるらしいって。これにする。名前はマヨチーズとマヨチーズとネギポンにします。やえちゃんは、やえちゃんは定番の元祖京たこ。一番定番だね。美味しい。一番ちょっと定番食べたいと思って。いいね。今日は前食べたんですけどネギマヨです。好きか。めっちゃ好きやん。好きだ。恋しちゃった。買っていきたいと思います。はい、それではレッツゴー。じゃーん。じゃじゃーん。すぐ来ましたね、早い。はい、なんだっけ。乾燥京たこ8個入り。私はネギポン酢と4個とチーズマヨ、チーズマヨ、チーズマヨ4で8個入りです。私の今ネギマヨがまだ作っているので、はい、ちょっとだけ待ちます。はい、まだかな、まだかな。ねねちゃんのも来ました。来ました、ネギマヨです。開けます。うわー、開ける瞬間。せーの。パッ。もうやばー。超ネギたっぷり。やばー。めっちゃ入れてもらってたよね。はい。すごい。いっぱい入れてもらいました。ねー。いただきます。さあだ。美味しそう。うわ、でも熱そうですね。こうやってパカってして。こういうさ、トロトロ系のたこ焼きだよね、これ。え、めっちゃ好きです。わかる。いただきます。はい。美味しそう。もう待って、うまそう。どうすか。あ、染みてますね。浸ってます。あ、すごい。グーグーです。めっちゃうまいです。今寒いからってのもあって。あー、確かに、めっちゃ染みます。美味しそう。グーはい、ということで、はい、私はハーフ&ハーフです。おー、半分使うのもいいな。そう、半分、半分半分になってます。いただきたいと思います。はい、じゃあまずチーズマヨから。あんま聞かなくない？チーズマヨってあんま聞かないですね。いただきます。はい、うんうん、めっちゃおいしい。へえ、なんかチーズそりゃそうですね。チーズだね。なんか何もかけてなかったの。あの、ポン酢とかソースとか何もかけてなくて、その上から普通にマヨネーズとチーズだけだったんですけど、はい。めっちゃなんか、チーズが際立ってて、めっちゃ美味しい。へぇ。初めて食べた。では。
ちらの八重ちゃんがずっとたこ焼きを見て食べたいのかい。うん、八重これ持ってるのあるね。うん、だからいいよね。いただきます。はい。うん、これはマジ王道。マジ本当に美味しい。よく食べてるんですけど、ポン酢ですよね。うん、うーん、でもね、ねっとりポン酢なの。美味しそう。ねっとりポン酢、本当に美味しい。このはマジで美味しいです。そしてじゃじゃーん、やったー、やっただ。ねえは王道で、ね、王道元祖、うん、元祖京たこ。そうだね、結局一番美味しいんだよ。これがね、定番のが一番美味しいよね。一個交換しよう、あとで。いいよ。交換で。では、いただきます。はい、あ、美味しそう。うん、幸せそうな。美味しい。もう8個なんてすぐ食べちゃう。これ水だよね。水飲み物。水。でも本当にとろけてて、あの食べやすいので、あのなんていうの、めっちゃ頑張ってください、頑張ってください。大丈夫、あったまる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 し、はい、味の種類がめちゃくちゃ豊富だからね、うん、何種類もあるのでおすすめです。定番、はい、美味しい。うん、かわいい。はい、ということで、はい、今日は赤門通りと万松寺通りの間にある、あの新天地があって、万松寺…赤門通りこの辺にマップはこの辺があって、でここにあるんですけど、ここのあの京たこ屋さんに、ここに、はい、ここにあります。ここにマップ貼ってきます。すごいすごい。お邪魔させていただきました。京たこさん本当に美味しくて、ぜひライブ終わりとかに来ていただけたらなと思います。そして夏希姉ちゃん、今月から私たちのお紹介に加入しましたので、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でね、はい、せーの、アデュー。バイバイ。